欧州最多の利用者数を有し、国際列車発着駅である、パリ北駅東京駅の発着路線は新幹線を含め12本あり、1日の総発着本数は約4100本で、日本最大のターミナル駅である。オーステンデ駅貨物駅の一例、フィンランドのトルニオ駅鉄道駅は、列車を止めて、旅客の乗り降りや、貨物の積み下ろしをするための場所、 日本語では一般に駅と呼ぶが停車場などとも呼ばれる。なお、もっぱら貨物の取り扱いをする駅は貨物駅といい、もっぱら旅客の乗り降りをするための駅は旅客駅という。路面電車の発着場所は停留場、電停とも呼ばれる。故障については地域差が大きい。例えば、東京都内の場合、都電ではかつては電車の停留場と呼ばれ。 現在は、都電の停留場と呼ばれている。一方で、東急世田谷線は、鉄道線と同様に、駅と呼ばれているが路面電車の根拠となる、軌動法による、正式名称ではない。トリノポルタヌオーバー駅英語では、ステーションステーション、フランス語では、ガレギャールという。鉄道駅とは、列車が止まり、旅客が乗降したり貨物を積み下ろししたりする場所である。 鉄道駅で扱われるものは大きく分けて貨物と旅客に対別できる。様々な分類法があるが基本の分類法としては鉄道路線の中における位置によって集団駅、中間駅、分岐駅、接続駅、交際駅などに分類される。また他の分類法としては貨物列車に貨物を積み下ろしすることを目的とした貨物駅。 旅客の乗降のために設けられた旅客駅と分類する方法もある。分類貨物駅は、引っ込み線に移動させてから荷物の積み下ろしを行う方式の駅と、着発線上に200ホームがあり、本線上の列車からコンテナを積み下ろしする E&S 方式の駅がある。プラットホームがない貨物駅もある。旅客駅は、一般的には、駅舎、プラットホーム、 線路などから構成される。特に簡素な旅客駅では、単線の線路と一つのプラットホームだけしかなく、駅舎がない場合もある。線路数が多い旅客駅の場合は、複数のプラットホームを有する。1830年開業のリバプールのブロードグリーン駅は、現在も使用される、世界最古の旅客鉄道駅の地である。 世界初の旅客鉄道は1830年にイギリスのリバプール・マンチェスター間に誕生したが、初期の鉄道駅は、プラットホームと出発及び到着の建物が別々に、建てられたもので簡素な構造であった。ヨーロッパの大都市では、中世に築かれた都市を取り囲む城壁の外側に、鉄道各社の駅が配置され、地方都市への始発駅となった。 そのためヨーロッパの大規模な駅は平面で見るとくし形になった、いわゆる東丹駅となっている。鉄道事業の成功が見込まれるようになると、鉄道各社は路線拡大に努めたが、鉄道建設の資金調達の際、会社の信頼性と技術力を示すため駅への投資にも力を入れた。1840年代末になると、鉄道駅に 複数路線が集中するようになり、複数のプラットフォームをつなぐ、横通路を有する校内ホールや送迎用ホールが接続して建設されるようになり、駅機能は一つの建物に集約されることが多くなった。ヨーロッパの都市部の鉄道駅では、鉄とガラスのダイアーチを持つ校内ホールを設けた、鉄道駅が多く見られる。このような構造は1851年に、 ロンドンで開催された第一回世界博覧会の推奨具が契機になったと言われている。1850年代までの鉄道駅は待合室が主たる設備であったため旅客は待合室からそのまま校内ホールに向かう構造であることが多かった。しかし、1860年代になると待合室が駅の中心から後退する設計が多くなり入り口ホールと 校内ホールを結ぶコンコースが誕生した。この時期には、旅客の利便工場のために、駅構内に売店が出現したほか、ターミナルに併設して、ホテルが建設されるようになった。1872年開業の日本初の鉄道の、起点駅とされた初代新橋駅日本では1872年に、新橋と横浜の間に6駅を有する日本初となる。 鉄道路線が開通した。日本における初期の鉄道は旅客輸送を主目的として建設されたが、鉄道創業期には輸送量が不確定であったため駅舎は木造平屋建ての簡素なものであった。20世紀に入り、鉄道の国有化が行われると、駅は改良期を迎え、吹き抜けを持つ入り口広間から待合室を経て、 ホームに出る様式が多く採用された。20世紀初頭の駅建築には、新たに建設された東京駅のほか、二代目駅舎として建築された日光駅、文字港駅、原宿駅、奈良駅などがある。鉄道利用者は次第に増加したが、1923年に関東大震災が起きると、駅の不燃建築化が進められ、これを契機に駅待合室や、 通路の設計基準が策定された。また、三大都市圏にある主要駅は高架化が進められ、特に三宮駅、神戸駅、名古屋駅などでは、線路で市街を分断しないように、駅構内での連絡も考慮されるようになった。第二次世界大戦では日本にある鉄道施設の全面積の約20%が消失。復旧のための工事費は不足し、 それを補うため民間資本の店舗と合築する民衆駅方式や国鉄再建地元引受け方式による駅改良が進められた。都市の価値を紡ぐ50のトピックストピック19、鉄道駅の利用者に対するわかりやすさは、ケビン・リンチが著書、都市のイメージで提唱したイメージアビリティ5要素、パス、エッジ、ディストリクト、ノード、ランドマークという概念。 用語を用いて、日本の都市における、鉄道駅の多くは、今やこれらご要素すべてを合わせ持つ複雑な存在で、ある、と論じている。日本の中規模程度の旅客駅舎では、典型的には、切符売り場、改札口、駅員がいる事務室、旅客が列車を待つ間椅子に座っていられる、待合室などを備える。比較的大規模の駅の場合は、コンコース、売店、 観光案内所など様々な施設、設備を備えていることが多い。さらに、駅に本来の鉄道以外の機能をふんだんに足すために、駅舎の建物を大きなビルとしたものを駅ビルと呼ぶ。駅ビルにはテナントとして百貨店をはじめとする各種の店舗、企業のオフィス、ホテルなどが入っていることが多い。明治時代に、 日本に鉄道が導入された際、英語のステーションの日本語訳が確定せず、などと呼ばれた。明治10年代くらいから、停車場が用いられ、正式な訳語となった。一方で利用者は、街道の宿場を意味する、駅を用いた。鉄道の発達に伴って、明治中頃までに、街道の駅はその地位を失い、鉄道の駅に、人々が集うようになったため、 宿場を指して、駅と言わなくなっていった。鉄道関係者もステーションを時に、駅、時に、停車場と用語を混用したため、鉄道省は1936年に職生を改正し、駅と停車場との呼び分けを明確にした。駅には固有の名称である駅名が付けられている。駅名は主に所在地の地名や人物名など、 伝統的な故障から取られることも多かったため、漢字表記、またはそれを主体としたものや、鉄道の会社名や旧国名が関されているものが圧倒的に多いが、近年は、施設名などに由来したひらがなやカタカナ表記のものも参見される。なお、日本で初めてカタカナ表記のみの故障を用いた駅は1961年に開業したハイランド駅である。 鉄道駅は位置によって終端駅、中間駅、分岐駅、接続駅、交際駅などに分類される。ロシア・ミチュリンスクの貨物駅貨物駅とは貨物列車に貨物を積み下ろしすることを目的とした鉄道駅である。世界的には鉄道の主たる用途は貨物輸送であるので貨物駅の重要性は高い。世界最多の44面67線の プラットホーム数を有するグランドセントラル駅、ベラルースキー駅旅客駅は旅客の乗降のために設けられた駅のことである。一般的には主に駅舎、待合室、プラットホーム、線路などから構成される。簡素な駅ではプラットホームが一つだけの場合もある。単線の駅の場合は EN、パッシングループが設置されることも多い。なお、 信用乗車方式を採用する場合は規模に関わらず最小限の設備に抑えられている。反対に線路数が多い駅の場合は、湖線橋も設置される。旅客を取り扱う駅では一般には乗降のための設備を持っており、乗降するための台をプラットホームと呼ぶ。ホームに並行する形で、ホームの片側、または両側に線路が敷かれる。 複数の線路を有する駅では、複数の乗り場に、番線、番ホーム、番乗り場、プラットフォームのように番号をつけて、旅客の微妙を測っている。その他、運行時刻を掲載した時刻表が備え付けられていることがある。ホームへ入場する際に改札を通る場合がある。無人駅や路線によっては、改札が省略され、列車への乗車後に運賃を支払う場合もある。 また、乗車しなくてもホームに立ち入るために入場券が必要になる場合もある。複数の路線が乗り入れる主要な旅客駅では駅員が配属され特殊な切符の発見窓口などもある。それ以外の駅でも駅員が配属されることもあるが、発見機や自動改札といった機械設備が人間に代わって駅業務を果たしており無人化されているところもある。また、 利用者の少ない駅では、駅員が配属されない傾向にある。このような無人化された駅は、無人駅と呼ばれる。反対に駅員がいる駅は、友人駅と呼ぶ。駅舎や、周辺の管理は、友人駅であれば、基本的に駅員が行うことになるが、無人駅では管理している、鉄道会社が、定期的に行うこともあれば、駅の周辺に住む住民によって管理されることもある。 鉄道駅には常時乗客の乗降に使用される一般的な常設駅の他に特定の季節または日に限って使用される臨時駅がある。ただし毎日営業するものの営業時間が限られている駅については常設駅として扱われる。鉄道駅は構造、形態でも分類できる。地上駅、地上駅の零地平駅車は 一般的には駅舎及びホームが、取り付けの道路と同じ、またはほとんど、同じ高さにある駅のこと。片側ホームであればホーム高さ分を盛り土して、道路駅舎ホーム間が、段差なしで直結できる。古くからの駅の構造であるが、線路を挟んだ向かい側からの利用は不便となり、また、都市を分断するなどの理由から工術の橋情駅舎や、 高架駅に改築された駅も存在する。ホームと駅舎のどちらか一方、または両方が築堤などの上にあり、標高差が少しある場合もある。利点としては、駅舎正面のホームに限ればバリアフリーであり、一線スルーを応用して、駅舎正面に列車を着発させ利便性を高めることができる。また、建設費が安く、改修や改良の工事がたやすい。 行き止まりでない駅において、ホームが2つ以上あったり、駅舎とホームの間に線路がある場合、乗客は線路を渡ることになるが、この時改札内の湖線橋あるいは地下道による上下道が生じる。湖線橋も地下道も置かない駅では、構内踏切を通ることとなるため安全面でやや不安を抱え、構内踏切に遮断機が設置されている場合は、 列車が発車するのを待たないと線路を渡ることができない。地上駅の霊橋上駅舎を持つ駅を京城駅と呼ぶ。古線橋と駅舎を一体化したような形で、ホームや線路の上空に改札など、従来の駅舎にあった諸施設が設置され、外部やホームには階段やエスカレーターやエレベーターで接続される。例えば鉄道が、 市街地を東西方向に通過している場合、線路を挟んで改札を二つ作るより、橋上の一箇所に切符売り場や改札を統合する。ほが、管理もしやすく、人件費など運用コストも削減できる。また、鉄道で分断されていた南北の市街地を結ぶ、自由通路を兼ねる場合もある。橋上駅社課により、新たに設置した階段部分、エレベーター部分が、 かつての駅舎部分より小さく収まれば、店舗や駅前広場など有効活用できるスペースが生まれる。地上ホームではなくて、掘り割りにプラットホームがある場合も、橋上駅舎と呼ぶ。橋上駅舎とは逆に、駅舎のみを地下に設置した地下駅舎もある。効果としては、橋上駅舎と似ている。橋上駅舎よりは上下する距離が短いが、構内が暗いなどの欠点もある。 地上には、ホームの他に出入り口が設けられるが、地下鉄の駅出入り口のように、小規模のものもあれば、一般の地上駅舎並みの立派な出入り口を設けている、例も見られる。高架駅高架駅の冷高架駅とは、鉄道が高架化された場合など、ホームが高架部分にある駅のことである。この場合、駅舎も高架の部分に作られる場合と、階段を降りた。 高架下などの地上に作られる場合がある。駅舎は高架下を利用して設置されていることが多い。高架線で開通した路線の駅や地上を走る路線の高架化による連続立体交差事業に伴って古くからの地上駅が高架駅に改築された場合が多い。工技では築堤も高架であり、築堤上にホームを持つものも高架駅と言える。 踏切がないのが特徴で、高架駅の利点というより、高架橋の利点であるが、高架下が有効に使用できる。駅舎を高架下に設置する場合は、駅舎の用地取得が省け、また、利用価値の高い駅周辺の土地を有効活用できる。高架下に駅舎を設置する場合、乗客が駅両側から改札まで等しい距離で到達できる。ホーム間の連絡通路が、 高架下に設けられることも多く、この場合ホームまでの上下移動が、橋上駅舎を設置した、地上駅の半分で住み便利である。しかし問題として、高架の建設費がかさんだり、車椅子やベビーカーなどの交通弱者の場合には、駅員や周りの人の手助けが必要になったりする点がある。近年は、エレベーターなどの設置により、バリアフリー化を図っているので、 校舎については解消が進んでいる。地下駅地下駅の例地下駅とは、鉄道が地下化された場合など、ホームが地下部分にある駅のことである。地下路線、あるいは地下化による連続立体交差化が行われた区間における構造で、駅舎は地上か地下、またはその両方にまたがって設置される。多くは、地下鉄のような都市トンネル内にあるが、中には、 山岳トンネル内に設けられている駅もある。また特殊な例では、かつて海底トンネル内に位置する駅もあった。講義には、掘割の中にプラットホームを設けた構造の駅を含む。他の駅構造と比べて、地上の構造物が少ないため、土地の占有や景観への影響が、比較的小さく済むほか、日照の遮断や駅周辺への騒音も起こりにくい点が特徴である。 一方で駅を地下に建設する特性上、建設費や維持管理性、駅の拡張性については他の駅構造と比べ劣ることが多い。また他の地下構造物と同様に密閉空間であり、特に深度が深い場合や構内が複雑な場合は、火災や浸水、停電などに弱い。加えて利用者が方向を見失いやすいため、駅の建設や改修にあたっては、 防災や乗り換えの簡便さ、さらに、バリアフリーなどへの総合的な配慮が必要となる。駅員を配置している駅を有人駅、そうでない駅を無人駅という。ありがとうございます。